日本史の偉人有名人はキラ、星のごとく存在します。中でも徳川家康ほど絶大な知名度を持ち、また後世に大きな影響を与えた人物はそうそういないでしょう。何しろ家康は約250年にわたる天下太平の江戸時代、その礎を築いた男であるからです。家康をはじめとする三英傑はそれぞれに魅力ある人物で、数々の小説や漫画、ゲーム、そしてドラマの題材になってきました。特に NHK 大河ドラマではたびたび主役あるいは重要な脇役として登場しており、彼らを演じた俳優たちのイメージと結びついて覚えている人も多いでしょう。大河ドラマでは、の時代と気時の通説から生まれるイメージや、また最新の歴史学の研究成果などを取り込みつつ、毎回独自のキャラクター性を備えた三英傑が描かれてきました。2023年の NHK 大河ドラマ、どうする家康で主役の家康を演じるのは、国民的人気アイドル嵐のメンバー、松本潤さんです。家康の人生を絶体絶命ピンチの連続と定義づける本作がどのような家康を描いていくのか、楽しみと言えます。この大河ドラマに合わせて、様々な徳川家関連本が刊行されることになるでしょう。ドラマチックな物語性に着目したものもあるでしょうし、家康を取り巻く人々の人間関係にフォーカスするものもあるはずです。榎本明氏による、超訳版家康名語録では、家康の名言に焦点を当てています。家康は戦国時代を終わらせ、江戸幕府を作った偉人なので、その言動は様々な資料に残されています。幕府の公式記録である、徳川実紀や、旗本大久保彦左衛門が書き残した家康及び徳川一族の伝記である、三河物語、戦国時代から江戸時代にかけて様々な武将たちの逸話をまとめた、武功雑記、武将勘定記、名将言行録などなど。偉人家康、東照大権現を描写するそれらの記述において家康は、多くの場合創作もすくかなからず入った結果、理想化された指導者、苦難を乗り越えるリーダーとして登場しています。つまり、それら資料に登場する家康は、見本手本とするのに非常に都合がいい存在なのです。危険的状況に追い込まれた時、どうしたらいいのか。勢力が拡大して人や物、支配領域が増えた時に気をつけるべきことは何なのか。状況が安定したからこそ気を引き締めなければいけないこともあります。人材の目利きや配置についてのコツも覚えておくべきです。そして、高い立場についた人間が意識するべき心構えとは。偉人家康の言葉や振る舞いから学ぶべきことはいくらでもあります。ここでいくつか家康の名言を見ていきましょう。小器用な者ほど大きな知恵を持たない。大事にあっては、たとえ一人であろうとも重宝だ。主君をいさめようとする志は一番槍に勝る。平家を滅ぼしたのは平家。鎌倉を滅ぼしたのは鎌倉。泣かぬなら泣くまで的をほととぎす。超訳版家康名語録は歴史的な読み物としても、またビジネスパーソンのための実用書としても読めるように書かれています。桶狭間から関ヶ原、大阪の陣まで、関南神区に打ち勝った神君家康の名言を知り、大河ドラマの予習をしてみてもいいでしょう。